超悲しかった。でも結構頑張ったつもりだった。一人いてんだよ 頑張ったつもりだった。慰めの花火だ。ありがとうございます。慰めの花火ありがとうございます。もう私も花火のように消えたい気持ちです。悔しくて もっとゴリラ拍手できればよかった。ありがとう、ゴリラ拍手してくれて。ゴリラ拍手 あ、すごく上手なリポでした。本当？ありがとう。ありがとう、優しいね。結果が全てやってだよね でかい花火も打ち上げてくれてありがとう。ありがとう。今日行きたかったよって。ああ、そうだよね。来たかった皆さんもきっといらっしゃったと思うので、またラーメン部と対決できるように頑張ります 悲しかった。経験の差だったかなって それもあるかもね。そうだね、確かに。やっぱりね、ラジオとかもさ、そうだけどさ、なんか、なんだろう、体験する機会が多ければ多いほど、なんだろう、やり方が分かんないわけじゃないけど やっぱりうまく伝えられる、なれる、もう分かんない ちょっと悔しすぎてちょっとこれに関してはうまく言葉にできないんですけど、はい、ですね、豪華景品があると聞いていたので、やっぱりこれから部活動を指導するにあたってはどうしても勝ちたかったなって思いはありますね。なんとか勝ちたかったですね 負けず嫌いだからね。負けず嫌いとかじゃないんだよな。なんかこれからなんだろうな、新潟スイーツ部は結構今回スタッフさんがピックアップしてくれて、ラーメン部とこうイベントを組んでくれて、こう本格指導 雰囲気として本格指導していく方向に持っていきたいって言ってもらえて、こう指導していく流れになったので、始めていく流れになったので、なんかどうしても欲しかったんだよね こう最初の一歩の勢いが だからめっちゃ悔しいです。そうだから、なんだ、そう、幸先悪いのすごく、だから他のみんなに申し訳ないなっていう気持ちかも。すごい、何このりんご飴 お祭りにしてくれてありがとう。ケーキ漬けに勝ちたかった。本当にそうなの。そうなんですよ そう、でもなんかスイーツ部の目標としては、なんだろうな、新潟でそれぞれ季節ごとだったりとかで、こう情報番組とかでスイーツ特集みたいな機会が絶対にあると思うので、そこでロケだったりとかにしっかり呼んでもらえるような部活動を目指していきたいのと、あとは新潟こまちさんとか、それこそ月刊新潟さんとか、その地域のカフェだったりとか、あと特産物を結構紹介してるような媒体さんでコーナーを持つのが目標なんですよ。ちょっとこれは今度7人全員でちゃんと集まって、なんか何らかの形でしっかり皆さんに発表する形でお話ししたいなって思ってるんですけど、はい そう、でもなんかそういう風に
動いていけたらいいなって思います。それこそインスタグラムとかもいっぱい使って、自分たちのアカウントとかも使っていろいろ新潟のいいところ、おいしいところだったりを紹介できるようにしていきたいですね。はいそうなんですよ、新潟は結構カフェだったりスイーツ、いろいろそのなんだろうな、フルーツとか特産物が多いから結構いろいろあるんですよ。はいそうなのブイン数は一番なんだけどね、ブイン数やっぱ多く感じますよね。でもまあ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 ね、もうなんかその今コロナ禍だからなかなかこういろいろ移動とか難しいとは思うんですけど、はい、そんな風にこうメンバーみんなで部活動の活動を通して、部活動という名の活動を通してこう新しい形で新潟のいろんなところの魅力を伝えられるようなことをしていきたいですねそうなんです。そうだからなんだろう、少しでもこのオフィシャルなこの活動の場を増やしたくて、今回はすごい勝ちたかったんですけど残念ながら負けてしまったので、ちょっとこれから先どうなるのかドキドキしています。もしかしたらうまくいかないかもと思っています。でもね、なんかロゴとかいろいろ考えたりとかしておりますグッズも欲しいねって、それはちょっとどのくらい大きく活動していけるかどうかなのでとりあえずメンバーみんなしっかり集まって何らかの形で皆さんにバーンってご挨拶ができるように頑張りますね。はい、というわけで JA さんも巻き込んだら、じゃあ JA さんに NGT48 いいですよって皆さん言っといてください。ちょっとね、場所がね、全然置ける場所とかがないんだよ、汚いのよレッスン場置ける場所が本当にね、すごい、なんかここな気がする、広い、あ、ここにしよう OK って、ここで OK、 良さそう、いい感じ、あ、よかった面接風、面接風になる。確かにこの机何なんだろう、デスク。明日に向けてレッスン、そう、明日に向けてちょっと不安すぎたので、イベント終わりにレッスン場に寄ってます。そうあと今日の日向祭り聞いてくれましたか一人で、一人、あ、フルーツサンド美味しかったって、早速だ、見えたよイベントの時、ありがとうねお、聞きましたってありがとう聞いたよってありがとう野球チャンネル、野球チャンネルみたいな始まり方だったんですけど、野球チャンネルではありませんでした新潟野球チャンネルに乗っ取られたね。その乗っ取られそうになっちゃって、ちょっと私と高成さんはタジタジって感じだったんですけどやっぱメイクミラクルだよな、全然分かんなかったほんまチルドレンってワード久々に聞いた。そうなんですよ、
今日は本チルの一人マッシュが来てくれました。番組間違えたかと思った。合ってますよ。ピロンさんノリノリだったねって。確かに。でもそう、なんかマッシーとその日向祭りでご一緒してる日向のピロンさんが、その新潟野球チャンネルっていう日向祭りとはまた違った別の番組でご一緒していて、だからなんかすごい馴染んでましたよね。なんかスーってマッシーが日向祭りにこう入ってきてくれて、すごい楽しい放送回でした。そうなんですよ。あ、そっか、今日でもう8月の放送回は終わりか。9月はね、9月でね、またなんかいろいろあるんですよ。あと9月はその米フェスに向けての、向けてなんかワクワク感が高まるような、そんな感じになってるんじゃないかなと思います。8月終わりかってね、早いね。なんか8月あっという間に終わっちゃったような気がするわ。でもあっという間でもなかったかな、長かったかな、ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。あ、宵祭りのチケット取りました。ナイス。ナイスです。なんか9月に入ったらなんかいろいろ告知できるようなこともありそうなので、ちょっとお楽しみに。お楽しみに。あと3日で8月が終わるって信じられますか？信じられません。信じられないです。ひなたはビスイベント参加してますか？私は参加してません。参加していないので、ぜひあの星集めに来てください。はい、でもフェスができてよかったよね。確かに昨日で会ってる、なんかそう、すごい一昨日くらいのような感覚。そう、昨日すごい楽しかったです、アットジャム。なんか久しぶりに大きいステージに、でこうファンの皆さんが客席にいる状態でこうライブをすることができて、すっごい楽しかった。はい。めちゃくちゃ楽しかったですね。最高だった、よかった。会場も暑かったね、めっちゃ暑かった。すっごいあんなにもうステージ上でクラクラしたの久しぶりでした。神瀬取りだったねって、うん、楽しんでもらえた。なんか結構瀬取りが良かったっていう風に書いてくれてる人多かった、嬉しい。私はあのハッシュタグ好きなんだをあのフェスで披露できたのが嬉しかったです。そう、タグ好きはめっちゃ好きな曲で、それこそ初選抜 AKB の総選挙で初めて選抜入り、初めてランクインした時にいただいた曲だったから、それをまたゆかちゃんの隣で歌えたのも嬉しかった。何かがいる、なかったね、何かがいるが良かった。あ、私もめちゃくちゃ好きな曲、よかった。あ、なんとか日向の配信間に合いました、よかった、ありがとう、来てくれて。オーサム衣装フェスで映えるね。嘘、なんかさ、黒い暗めのさシャツだからさ、なんかあんまりステージ映えしないなって思ってたんだけど、そんなこともないのかな、みんな的に。結構なんか照明暗かったりとかするとさ、私髪色も暗いからさ、全部同化しちゃわないかなって結構不安なんだけど。大丈夫なのかな。みんな汗すごかったねって、みんな汗かいてた、私もすっごい汗かいた。それは大丈夫、あ、大丈夫なんだ。いい、オーラ出てるから大丈夫ね。これに関しては本当に大丈夫かどうか不安だから、本気で答えてほしいんだけど。そうなの。
あ、みんなも汗かいてしまうくらい暑い感じだった。オーラ半端ないって、なんか違う違うってば。これに関しては本当に心配なの。だってアーカイブとかでさ見てもさ、なんか暗くないってちゃんと見つけてもらえたかなって不安になっちゃったんだもん。うん不安になっちゃったんだもんな。背景の色にもだから背景暗くなかった。だからなんかあんまりステージ映えしないのかも、王様の衣装って結構不安なんだよね。多分これからもまだ着る機会あると思うから、そう。サニーのみんなはねきっと見つけられると思うけど、他の人にも気になってもらえたらやっぱ嬉しいからなーってちょっと思っちゃいます、うん、あ、結構好評なんだ王様の衣装は、意外。見れる機会がありますようにね。そうだね。キュンメダル差し上げたい。それは何色なんでしょうか。ティフもあるよねってね、楽しみです。まだ全然出演メンバーとか何にも分かんないんですけど、こうやってなんかイベントだったりとかフェスに NGT48 として呼んでいただけるのはめちゃくちゃ嬉しい、ありがたいですね。あ、遅ればせながら写真集購入しました、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうね。夏はこれからですよ、全然終わっちゃいそうですけど大丈夫ですか。でもなんかありがたいことに9月はいろんなイベントがあるので、まずは来週なんと地元凱旋イベント。ちょっとコロナの関係で多分配信という形になるのかな。でもなんかイベント自体はなくならなさそうなので、はい、参加させていただきます、楽しみ。あとは米フェスの宵祭り、え、やばいやばい、なんか落ちそう、隙間に落ちそう、なんか、よいしょ、あ、あとは、コムフェス、コム百票フェスの宵祭り MC として、あと、ちょっと歌わせてもらいます。ちょっと歌わせてもらいますので、そちらの方もよろしくお願いします。あとは総踊りがあったりリフがあったり、結構9月はあっという間に過ぎ去りそうですね。そうなんです、楽しみです。電車でも広告見たよって、え、米フェス総踊りどっちや。ギタレで披露は多分しないんですけど、初心者すぎて。でもいつかぜひやれるようになったら頑張ります。頑張りますといった感じです。あとその他にも9月に入ったら口ができそうなことがちょっとありそうなので、いろいろお楽しみに。よろしくお願いします。体調キープして乗り切ってほしい。いや、それなー、でももう今日すでに体調悪いんだよね。本当に良くない。そうなんです。
うん、9月も楽しく頑張ろうなぁ。ねえ、頑張りたい。ねえ、明日あーちゃんの生誕めちゃくちゃ楽しみです。はい、なのでたくさんお祝いしたいです。あ、そうだね、たくさんお祝いしたいです。そうだ、今日やろうと思ってたことやれないかもしれないな。ちょっとだってもう7時だもんね。ぶつけたところ朝になってない今日ね。朝ここ思いっきりゴンって打ったんです。はい、俺の青ちゃんが大人になってしまう。大丈夫です、俺の青ちゃんではなく日向の青ちゃんなので健全な大人に成長させます。ご安心ください。そう、このまま一緒に寝ちゃいそうだ。一緒に寝ちゃう。確かに明日ただの朝早いんだろうな。だから今日は早く寝たいと思います。ちなみに俺のです。第3の資格、資格、資格。俺のあおちゃんだよ。あ、すごい、なんかあおちゃん、俺のあおちゃん、あおちゃんはひなたのものなので安心してください。明日もう一番に聞いてみたいと思います。え、なんで？あおちゃんのお手紙はひなたママかな？なんで？なんでなんで？お会いしたことない。あおちゃんモテモテだね。ねえ、あおちゃんモテモテだね。あおちゃんはうちの子です。産んだ。産んでしまった。うんうん。待って。意外と30分くらいお話できてた。よかった。よかった。お話できてて。あっという間ね。じゃあちょっとあんまり遅くなるともういけないので、また明日配信しますね。公演の合間に配信したいと思います。イベント行けなかったから見れてよかったよ。うん、よかった、ありがとうね。急遽だったのに遊びに来てくださってありがとうございます。すごいいっぱい、あ、慰めの花火あげてくれて嬉しかったです。はい、というわけでランキングを読みしますね。13位、みちなおまるさん、ありがとうございます。久しぶりだ。2位、うく、あ、ありがとうございます。11位、のっとんさん、ありがとうございます。10位、はるくん、ありがとうございます。9位、ひで、幸せ、ハッピー、あとちむさにさん、ありがとうございます。8位、ゆうと、あとワンタンさん、ありがとうございます。7位、なおやさん、ありがとうございます。6位、ラーメン大好きさん、ありがとうございます。5位、スモーキー、あ、待って、スモーキーひまわりさん、NGT の雑談、あ、普通に配信してんの？すご、ありがとうございます。4位、ゆずきちさん、ありがとうございます。3位、ひろさん、ありがとうございます。2位、しもじゅんさん、ありがとうございます。1位、しゅんさん、ありがとうございます。ありがとう。そして、あ、31食べたいのかと思って花火あげたい。あ、そうか、そうだ。そう、その話昨日聞いて、え、めちゃめちゃいいじゃんと思って、31食べたーって思ったんだよね。そうだそうだった。そう、なんかあの花火のイベントあるよみたいな話になって、あゆと、それでなんか私ここ最近その業務連絡みたいな本当にやめた方がいいと思うんだけど、あの全然しっかり読んでなくって何が行われてるのか全く知らなかったんだけど、え、何もらえるのって聞いたら31って言って、えそこで初めて知ったんですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうね。じゃあ、あの、頑張ってあの、なんて言えばいいんだろう、もうごめんなさい。
私が今日本語の語彙力がね超低下してるの関係ないリンゴ飴にしちゃったで、全然ありがとうね、リンゴ飴はもう嬉しい、ありがとうねアイス1週間分だよ、1週間分なのそんな早く早く配信した方が良かったじゃんかねえ、で1週間、その1週間もらったら1日1個ずつこうアイス1週間毎日配信するっていうのやったらよかったよね最初からね個人差あるやん、確かに人の1週間分、え、どのくらいなんだろう、え、私は結構30個パックとかだと思ってたんだけど、1週間分ってことはさすがにそれはないそれはさすがになかった、30個パックとかではない日向には1日分、じゃあなんかちょっと違うじゃんね、1日食べ終わっちゃうんだったらちょっと違うかありがとうございます、すいません、ちょっと壇上読ませていただいた後こんなアイスの話長々とすみません、じゃあまた明日お会いしましょう、ありがとうございました、じゃあね、バイバイ、ありがとう。